はい、こんにちは、つつけんです。皆様お久しぶりです。はい、今日はですね、2月の18日現在の時刻は11時36分になります。今私がいるのはですね、車の中なんですけれども、今日で私の運転手として久しぶりの登場です。グラさん、よろしくお願いします。今私はね、この18日の日曜日に河津に向かって、この11時半過ぎというね、すごい混むであろう時間に河津に向かっております。今いるのは月ヶ瀬バイパスを降りて、少し河津の方向にね進んだ、ところになります。今日はこれから河津に帰るということで、どれだけこの日曜日にね混んでいるかというところを皆さんにお伝えしたいなと。もうこんな動画見せないでくれ、うんざりするよと思われるかもしれませんが、こちらをね動画にしたいと思いますので、よろしくお願いします。グラさんもよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、外向きにカメラを向けましたが、今のところ上りじゃなかった、下りはね、上ってるけど下り線、河津に向かう方向はそれほどまあつながってはいますが、進んではいますね。下り方向、河津からね帰る方向ですが、信号がねこの先に後ろにねあるんですけど、その渋滞が今ここまで続いてたという感じになります。じゃあちょっとね、車が止まっちゃったりしたらね、また動画を撮り始めようかと思いましたが、あ、もうそこで止まってる。まあ本当今日はね、多分この桜祭りシーズンの中で一番混んでる日なのかな。ずっとここまで来るまでに、Google のね赤い表示になったりとか、マップを見てましたが、河津町内も多分ね、リッチもサッチもどっちも行けないような状況になってると思います。あとここからどのくらいかかっちゃいますかね。2時間ぐらいかかるんじゃないですか。2時間ということは、今11時38分、予想は1時半ってことで行きましょうか。予想している場所は川の中心部じゃないですからね、まだちょっと上流の方のね、私のお家までを想像してますので、天城越えがどれだけ混んでるか。さあ今常連の滝を過ぎましたが、ここまで約30分か、30分、いつもだったら15分ぐらいで、そうですけれども30分。ただね、ここからなんかスッとね前がクリアになりまして、割とこう進むようになってきました。で、今向こうから向かってくる車は上り、河津から帰る車ですが、こちらもねずっとこんな感じで流れてはいったりと、途中でね、ちょっと詰まっちゃったりしたりもするんですが、だんだんこうなんだろう、この全体の量が増えてきた感じがありますね。これからねどっかでつながってきて、それがどん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 このね河津の方向に伸びていくといった、そんな感じになるでしょうかね。さあ一回ね、道の駅天城越えに寄ってお手入れ休憩をしていきたいと思います。ここもねやっぱり今日は、桜祭りのね一番ドピークの日曜日ということもあって、たくさんねお客さんが、来ていますね。さあ少し休憩してソフトクリームを食べて出発しようと思ったんですが、ここのちょっとしたね、時間のタイミングで結構車が入ってきて、今このね駐車場内、まあ、ほぼほぼ満車になりましたね。帰る車と行く車がこうちょうどいい時間で12時頃なんでね、ちょうどバッティングしちゃう感じなのかな。ちょっとお昼ですね。そっか、お昼か、早めにね顔出てきてお昼はこっちでだって、そんな感じの人もいるかもしれない。帰る方向に曲がる車の方が今ね多いですね。12時ぐらいです。じゃあ12時13分道の駅天城越えを出発で行きましょう。さあ今天城トンネルを越えたところです。河津町に入りました。今のところねこの下り線は順調に流れておりますが、上りもねちょっとこの天城トンネルがね一番標高が高いところになるので、どうかなと思ったらまだ割と流れている状態ですね。まあでもつながっているというかね、どんどんね車を走ってくるような状態です。意外に全然、そうだね、まだまだあれなのかな、12時22分なので下り方向がどこでつながるかっていう、まあ、一応確認したらループ橋あたりはもう赤いマークになってたんで、それがねどこから始まってるのかな、どこで終わってるのかなっていうところでしょうかね。お、河津桜が見えた。
いいですね。ずっと見れてなかったので。おお、桜いいですね。いいね。さっきね、出るとき確認したら、この吉丸っていうお土産屋さんがあるんですが、そこからずっと赤いマークにはなってましたが、その赤いマーク今このように流れてますので、解消はされているんでしょうが、これがどこからね繋がっているのか。さあ、そうこうしているうちにもうそろそろ六橋までやってきちゃいました。順調でしたね。2時間なんて全然、今のところだって1時間経ってない、1時間経ってないですね。で、出てきたのが11時半があそこのね、月ヶ瀬を過ぎたところがスタートでしたが、今のところ1時間でここまで来れました。すごいですね。あー、ちょっと下に見えたけどそこから混んでるのか、予想通りぐらい。そうだね。だからある意味この滝あたりの観光で桜を見るっていうだけ考えたら、このちょっと日曜日のクソ混んでるだろうってこのタイミングだけれども、この12時過ぎとかに来たら全然来れちゃうじゃんっていうのがちょっと印象として今持ってしまったというかね。あ、なるほどねっていう考えも湧きました。さあ、今の時刻が12時30分、ということで、まあ、ここからねゴールまでは普通に行ったら約10分かからないぐらいですけれども、今この完全停止した状態であとどのくらいかかるのでしょうか。ここからが、ここからだね、信号渋滞ですね。すごいね、新しい道の。まあ、あとはね、見てもらいたいのは上りは全然車流れていると、これはすごいですね。この止まってるの大丈夫なのかな、結構怪しくないかな、事故とか起きると止まるよね。さあ、今10分経ちましたが、およそ300、400メートルぐらい進みました。これはこれはやっぱりすごいね。すごいですね、予想外ですね。もうちょっと走ると思ったけど。そうだね、いつもはもうとっくについていると。Google マップ見ると、この先のね、縦貫道の入り口の信号が時間的な悪さをちょっとしているのかなと。河津町内に入りたくない、下田方面に向かいたい人はそこを右折するんですけど、河津からのね上りの車も多分多いと思うので、右折レーンが短いんだと思います。なので、その右折レーンが詰まっちゃって、この本線の方までねずっと伸びちゃうっていうような、そんなことにもなっているのかな。その信号の先は少し空いているような感じでした。1時半には帰れそうだ ね、 多分ね。全然1時半目標通りに帰ろうまだね上りは本当に空いているようですね。この信号の感覚ではね、この止まったり進んだりする感じがね、さあ12時50分ですが、そこから20分かかりましたが、やっとこの縦貫道のね入り口のところにやってきました。ここはね、下田方面行く場合はここね右に曲がってこのバイパスをね通っていくと、この河津町内、今まではね本当にこの桜祭り期間中でも河津町内を通って下田方面に行かなきゃいけなかったんですけれども、それがね、パスできるという、これは多分下田の人たちね、南伊豆方面の人たちにとってみればめちゃくちゃありがたいことだよね。やっぱりそうね、この先よく見るとね、右折だけで直進が進んでないから、やっぱりそういうことになっちゃってんだろうね。なるほどね、これはあまり良くないね。やっぱりみんな右折方向に行く例に並んじゃってて、それが本線にまで伸びてきているっていうような状況になってますね。あ、桜が美しいな。暑いね、河津。河津暑い、河津来たら暑くなった急に。あ、もうなんかこの桜の舞う感じを見ると、河津桜のね舞う感じを見ると、なんかほんとあったかくなってくるなっていう気がする。お、よし、右折レーン解消、直進方向にね進みます。まだこの先もね多分渋滞はしているんだと思うんですけど、やっぱここはねちょっとこの道路の作りだったり信号の時間だったりがだいぶ影響しているのかなっていうところですね。あそこ抜けてからは比較的スムーズに進んでいますが、果たしてどこなんでしょうね、次に渋滞するポイントは。まあ、その渋滞するポイントより前にうちに到着してしまう可能性はあるかな、どうだろうね。昔はね、その渋滞のポイントとしては今湯河野というところの信号か
またこのねセブンイレブンのところの信号、ここでね渋滞のポイントになってしまってたんですけれども、いいのか悪いのか、あの縦貫道のね信号が今の渋滞のポイントになってしまっているという、そんな感じになりますね。さあセブンイレブンの横までやってきました。ここからもねまだ進んでいますので、このまま流れで行けちゃうのかな、まあ、多分交流館周辺とか駅周辺だったり、あとはね出入橋役場のあたりはだいぶ混み合っていると思うんですけれども、このね川津町内入ってくるだけで考えましたら、11時半月ヶ瀬インター過ぎたあたりからは1時間半ぐらいでね到着することができました。いやでもまだ繋がってるね。だからどうだろうね、こっからまだ交流館周辺に原木側の道路から行ったとすると1時間かかんない、1時間かかんないんじゃないですか、30分ぐらいか、普段10分行けるところが、ね、じゃあ2時間ぐらいか。月ヶ瀬降りて、まあ、今の時間ですけれども今現在ちょうどね1時になるところですが、1時になるところで約中心部までは2時間ぐらいかなっていうところですね。今年はもうこれ以上混むことはないとは思いますが、来年以降のね参考にしてもらえればいいかなと思います。あ今いいこと考えちゃった。この日曜日でもちょっと出遅れたなと思っても、七だる界隈でお昼頃お昼過ぎぐらいに到着してちょっと散策して、もうこっち下りが空いたかなっていう、多分3時とか4時ぐらいかな、4時ぐらいに下ってきて、でそこから夜桜を狙うみたいな、で夜桜狙えばその上りがある程度空いてくると思うので、その時間に帰るといい感じですね。その案どうですか。いいですね。ちょっとね試してちゃんとその通りに行くかは分かりませんが、何かね一つ参考にしてもらえれば嬉しいです。はい、ということでね、倉さんありがとうございました。今日は長旅お付き合いいただきまして、意外にスムーズに、スムーズだね、スムーズに来れたから、はい、ということでスケンでした。どうも。